こんにちは、チョメです。魔法師の復習やっていきますよ。ある程度回復してきました。30ほど。フクロウの試験に合格しなかったら僕が歴史に残るな。まあどうせまた8時間か5時間の授業でしょ。3時間か。皆さん静かに復習することを知らないのですか。あ、いや、魔法師だからもしかしたら8時間聞きそうな気もするな。クディッチの歴史についてだったら確実にゼロが取れるのに。ゼロというか王か。はい、王が一番ね、あれいいからね。席を取っておいてくれてありがとう、バティーヤ。一緒に魔法師の復習をしてもらうんだから、お礼を言うのは私よ。私一人じゃ情報を処理するのが大変で困ってたの。一緒に復習すればここにある出来事や年号だって覚えやすくなるよ。マジで年号覚えんやけんの。それに誰かの手助けなしで職業のことを忘れて魔法師について考えられるとは思えない。ゴブリンの反乱とかなんか年号あったけどまだ覚えてないですよ私。まずは教科書からお互いに問題を出し合わないか。いいわよ。じゃあ私に魔法師に質問してくれる。1378年の泡吹く吹雪、グリンゴッツの創業、悪人エメニック。これなんかもしかして全員出そうやな。この単語覚えとけばいけるんじゃね。1378、グリンゴッツ、悪人エメニック、これ全部覚えとこう。一応頭の片隅に入れとこう。これ出るな絶対。1378年のアーブク吹雪、これだけは確実に覚えとこう。質問が呆然としすぎてたかも。他の質問にした方がいいかな。バティーヤ聞いてる。え、何、え、ちょっとこの選択肢失敗したかな。ごめんなさい。マダムピースの沈黙に対する愛情を肖像画でどう伝えるのか想像してぼーっとしてたの。君のせいじゃないよ。ピンズの試験の科目は授業同様に退屈でつまらない。それに将来については本気で心配している時に過去について考えるのは難しい。1378年のアーブク吹雪の後に何が起こったなんて現実的に誰か覚えてるんだ。あ、これは年号じゃなくてこの後のことが出されるんかもしれん。アーブク吹雪が起こったのは14世紀の経済恐慌よ。これが出るな多分。今までの過程では14世紀の経済恐慌だから、泡吹く吹雪が出てきたらこれを選ぼう。イスメルダ覚えやすいね、経済恐慌って。どうして君がその質問の答えを知ってるんだ。だから他のも選んだらその後に答えが出るんやろうな。歴史が好きだからに決まってるでしょ。本当？もちろんよ。歴史は死、戦争、悲しみ、苦しみ、秘密でいっぱいよ。こんなに面白いものが他にある？理にかなってほらね、イスマルザッキンが。でも君は魔法師の時間はいつも寝てるじゃないか。そうそう、イスメルダ寝てんだよな。自分がもう知っていることばかり教えられたらあんただって寝るわよ。え、マジで覚えてんだ、すげえ。ほら、私に復習を手伝ってほしいの、いらないの。あ、いるいる。魔法師の復習を手伝ってくれるのかどうして。だってこれ以上あんたの文句を聞いてたら気が狂うわ。それにあんたにはバーナビーに気持ちを打ち明ける手助けをしてもらった借りもあるし。あ、これ やってない人どうなるんやろ。ありがとうイスメルダ、意外に親切なんだな。はいはい、じゃあ私の気が変わる前に始めるわよ。何時間だろう。予想では8時間やけど3時間。よかった、じゃあやっていこう。手挙げてる。1612年のゴブリンの反乱についての質問がいいな。1612か。色入りゴブリン。そんな感じで覚える、色入りゴブリン。巨人戦争について見直した方がいいかな。不潔なアーグが18世紀のゴブリンの反乱を引いたことを覚えておいて。あ、ちょっと待って、わからん。 アースちょっともう一回読むか。アースって出たな。イスメルダはゴブリンの反乱に行くなんとかがゴブリン。ごめんなさいね、なんか見てる人ごめん。ちょっと覚えるためにちょっと自分でやってるわ。魔法使い君主主な理由、マグルによる迫害なのかな。この辺は大丈夫か。ピエール・ボナコーのトロール支持の信念に抗議した理由。あ、これもう覚えられないよ。いや、メモ取るのもええけど、メモ取ったら意味ないもんな。あの本番ではさ、あの、なんて言うんだろう、筆記やからさ、これも覚えんやいけん。私はもうこの、あの、この中のチョメになって覚えてるからな、ちゃんと。だからちゃんと自分でやろう、ちゃんと。
マグルの魔女狩り47回も捕まった。47回、死なない、死な、うん、47、メモりませんからね。鼻について血生臭い詳細については話さない。鼻息、不吉なアーグだから、不吉ね、アーグね、アーグ、アーグが引いた。待ちましょう、これはちゃんと待ってやろう。チョメです。ある程度回復してきたので続きをやっていきます。これでも足りんかもしれんな、もしかしたら。よし、もうループかな。どんどんやっていきますね。色入りゴブリン、12人のゴブリン、まあ、最初が思い出せなくても12人のゴブリン、12歳から16歳、だから色入りね。巨人戦争、そんな感じで年号を覚えますね、私は。第3条の人間以外の、あ、これは簡単。マグルにはね、魔法を使っちゃいけない。これは映画でもあったから大丈夫。これアーグね、アーグがゴブリンの反乱引いた、これも覚えとこう。ウィーデンリングはマグルの魔女狩りをする。47回、死なない魔法使い、死な、47。なんかさっきから同じことばっかり言ってるけどね。まあね、覚えるのって大変だからね。あ、大丈夫な感じかな。よし、あと少し。 OK、 魔法使を早く受けたい、忘れないうちにゲット。あ、早く行く。魔法師の復習をするのはこんなに面白いなんて思わなかった。いや、大変大変。君は本当に歴史を判断だな、イスメルタ。そうよ、あんたも思ったよりこの科目に無知じゃないわね、YouTube。まだ先は長いけど、いつかそこそこいい魔法、いや、ならない。それはやめておこう。正直に答えるわ。やめておきます。いや、もう辛いだけです、これは。まあ、歴史が好きな人とかはおるかもしれんけどね。日本史とか世界史が好きな人もおるかもしれんけど、私はね、あまり好きじゃないです。過去より未来だ。もう過去のことをね、いつまで経ってもね、考えてもダメなんですよ。僕をスパイ、一体何のこと？まあね、それ、反面教師とかあるけどね。ここにいたのね、イスメルだ。談話室であなたをずっと待ってたのよ。行きましょう。今行くわ。まあ夜中だからあまり喋れないけどな。それは確かに気になるわね。早く早く。袋で会うときにもう一度聞いてみた方がいいな。ちょっと早く袋を受けたい。あ、パート3を完了。ゲット。袋の試験を受け、パート4、次の職業科目の日が近い。スパイになる、いまだに。あ、効果をやっていきます。え、どうしよう、どうか。1、2、3、4で分ける。日本、魔法師は魔法師でやっとった方がいいかもしれない。もしかしたら動画は繋がっとるかもしれない。編集でちょっと考えます。一旦終わります。じゃあね。こんにちは、チョメです。では、やっていきますね、これ。サイドクエスト、大きな期待。パート4分の4の課題設定5分の1。袋の試験を受ける。あ、ちょっと待って待って、危ない。危ない。いつもこれやってるからね。突然これやけど、魔法師。5分の5。14世紀の魔女狩り。これ、アーグよね。マグル。アーグやったっけ？なんかそんな感じのやつ。国際魔法使い連盟。色入りゴブリン。な。色入りゴブリン。で、あと、なんか、ね、泡吹なんとかっていうのもあったよね。経済恐慌。巨人戦争。中世におけるヨーロッパ回帰。これだけか。案外簡単かもしんないな。よし、頑張って受けるわ。さっき話してたことを覚えとったら大丈夫やろ。とりあえず、色入りゴブリンと、あ、ちょっと待って、もう一回。ごめんよ。14世紀やろ。ちょっと年号は覚えとく。色入りに。オッケーオッケー。ごめんなさいね。すいませんね。はい。これは寝ちゃいけないやつだよね。メモはしないからね。ちゃんと、リアルでもメモとか取れないからな。よし、覚えないといけないから、ちゃんとアウストラルピテクスとか、クロマニオン人とかな、ジャワ原人とか。イスメルダ、図書館で君が言った誰かが僕をスパイしてるって話したいんだけど、早く早く。私が試験の準備で忙しいって分からないの？そんなこと自分でやりなさいよ。ちょっと早く行くよ。忘れちゃうからね。色入りゴブリン、泡吹吹雪、経済強化。やるやるやる、アーグ、あと。イスメルダが本当のことを言ってるか気になるところでどう思う？いや、もうどっちでもいい。本当のこと言ってると思うよ。ちょっと早く。忘れちゃうからな。スパイしたら十分あり得ると思う。残念だけど確かにそうね。それにイスメルダが嘘をつく理由が分からない。これは何かひどい冗談じゃないかもって思ってたんだけど、どちらにせよ警戒することに越したことないな。17世紀の魔女狩りだぞ。イナーとかね。よし、よしよし。最後の追い込みだ。皆さん、今日は魔法師の袋を受けてもらい。授業の性質からして実技試験はない。え、マジで実技試験ない？え、そんなに出んの？筆記が。その代わり、しかも筆記試験だけ。え、マジか、怖っ。まあ、確かにな、実技やったら紙飛行機とかそんな遊んでばっかりやったからな。重要な魔法使いの歴史の年号の名前。やべえな、イベントか。だから、泡吹く吹雪は経済恐慌だよな。
それはもうちょっと覚えとかんやな。さっきの部分、なんでチョメが喋ってんの。人間以外のマグル、マグル、マグルだって第5条じゃなかったっけ。違った、3条か。ちょっと待って、こいつへのちょっと慎重にいくぞ。しょっぱなから間違えてもらった。そんなん出とったっけ。ちょっと後で録画を見直そう。何条か。アーブク吹雪の後に経済強行だよ、これ経済強行。よし、出た出た。これはね、ね、ちゃんと前のやつ見とったらわかるか。5条じゃなかったか、3条やった。ちょっとこの前のやつちょっと見とかんやん。ちょっと焦りすぎちゃった。冷静にいくぜ。リヒテンシュタインはどうして国際魔法使い連盟の初会議に出席しなかった。屋敷しもべ法制、トロールの権威に対して違う。クイディッチの試合が延長。おい、出てねえじゃねえか。屋敷しもべ要請の抗議のため。わかんねえ。一番上じゃねえ。あー、マジで。トロールの権利に対して違う姿勢を見せたため。そんな習いましたか。だから他の選択肢選んだったら見れたってことか。グリンゴツ銀行は何年に創業した。あ、これちょっと待って、最初のあの3つの選択肢じゃないか。3つの選択肢、1378年がアワブクで、1612年がゴブリン。だからその後じゃね。だから真ん中1744年。マジで、ちょっと待ってくれ。異様なよか。あ、ちょっと待って、あの最初の3つの選択肢にあったよね、グリンゴツのやつが。確か、あの、泡吹く吹雪の一緒のやつで。おい、マジかよ、これはやばいぞ。この次の難しい問題で名前と年がごちゃごちゃになるように気をつけなきゃ。実技ないんだよな。代わりの、47回、しなしなって覚えてる。これも前のやつでわかる。しなないって感じで覚えてる。47回です。よし、OK。難しいな、魔法師。これさ、王取れる人すげえな。悪人。これはね、決闘で悪人エメリックの命を奪ったのは何？アンドロス、無敵の極悪人エクバード、コデレット。いや、これ一番下は違うな、多分。無敵、極悪人じゃね？罪人って書いてあるから一番上じゃね？オッケーオッケー。これはな、わからんでも、あの、決闘で罪人って書いてあるからな。ただ消去法で一番上やろ。よし。ゴブリンの花が、どのゴブリン？あ、アーグ、アーグ。これは前の、あの、勉強会やってたらわかるよな。アーグ。あと1612年だぞ、ゴブリンは。よし。17世紀の魔女狩りだぜ。家宝、まあ、機密保持法に発足させる主な理由になったの。マグルじゃない？マグルによる剥奪。うん。これも簡単だね。前やってたから。映画でもあるからな。マグルの前で魔法使ったらもうダメだからね。手がつってきた。ありがたいことに筆記部分はもうすぐ終わりだ。はあ、結構間違えたな。これ全問正解できる人おるの？全問正解できる人も、まあ、日本史やった方がええぞ、これ。いろいろな年号や名前のせいで、君たちが混乱してないといいんだが。それほどひどくないです。罪人、エメリックと変わり者のユーリックを混合してるかもしれません。おーい、タイマーが。このね、ブーブーっていうのはね、あの、目覚ましですね。そろそろエネルギーが回復しますよっていう目安ですね。ちゃんと時間帯タイムクエストではちゃんとやってるからね。よくあることだ。いつか君の名前も誰かと混合される日が来るかもしれない。だから2時間後とかにタイマー仕掛けとかにいけんからね。前の3時間の授業とかだったらね。どうしてそんなこと言うんですか？魔法使いと魔女は呪われた部屋の秘密を発見するためにもう何世紀もかけて捜索を続けてるんだ。これから君が明らかにしようとしている秘密だ。まさに今君が魔法使いの歴史を作ってると言っても、そうなるといいな。そうなるといいんですが、いつか魔法師の教科書に載ることになると嬉しいです。そうなる確率はとても高いと思うぞ。冒険への探求のせいで間違った方向に行かないように助言はしておくが、実際に、歴史ファンの一人として君が呪われた部屋について知っていることをもっと聞きたいんだ。チョメ、探したよ。ディエゴ来た。邪魔するつもりはないんだけど、僕とメルーラはもうすぐ闇の魔術に対する防衛術の練習に行く。あ、闇の魔術がまだあったな。君を参加したいと思って。結構むずいよな。ちょっと後で予習しよう。行くといい。いつも言うことだが、学ぶ機会を逃してはいけない。いい案だ、ディエゴ。訓練場で合流するよ。じゃあちょっとね、待ってよ。
闇の魔術に対する防御術の訓練をする。訓練場で待ってるよ。君の呪文がどれだけ上達してるか早く見ないな。あ、じゃあ今回終わるわ。あの、魔法師は魔法師、闇の魔術は闇の魔術でやろうかな。じゃあ終わっとるかもしれん。じゃあね、バイバイ。ありがとう。もしかしたら繋がっとるかもしれん。失礼します。